そうだね、アロエが入っております。うんうんうん、ゼリーかと思ったって。うん、ゼリーじゃない、フルーツが入ったやつ。うん、もん、店の配信みたいよって、おかんありがとう。配信の時のももちゃんの髪型可愛かったなんて、せやろ、今日可愛いがテーマやったから、みんなもっとふざけるかなと思ってあの髪型したけど、案外みんなちゃんとした可愛い髪型してたわ。うん、うん、あの時はそう、ゆりえさんに全部お借りしてて、そうありがたい、そう全部貸してくださったんですよ。髪の毛伸びたね、本当に。ね。切る予定はって聞いたいけどね、早く。うまっ。まあもう舞台始まっちゃうからね。うん、ほら髪長っ、ほんし、ほら見て、うん、びっくりした。見て長っ。ね、めっちゃ伸びちゃった。すごっ、広っ。うん、ウルフだね、ほぼって。ウルフがあんまり感じないですね。そうなのよ、ずっとウルフなんだけどね。あのみんながウルフって認知するウルフではないんですよね、まあ、ほとんどいつも耳かけてるからっていうのもあるんですけれどもね。そう、あんま私がウルフっぽい、ウルフウルフしたら髪型をしないからさ、セット、うん、そうなんです。実はね、ずっとウルフなんですよ、実はね。うん、
髪色変えないのって。今年の夏さめっちゃ変えたかった時あってんけどさ、まあでも久しぶりのリップグロス、まあ茂木さんとかもね金髪で似合ってるからありかとは思うねんけどさ、なんか大西的にはあの衣装黒髪、大西が着るなら黒がいいなと思ってやめたんですよね。今年中は一応ねプロモーション期間だから、うん、派手髪した駅来ないですかって、いや一瞬来たのよ夏に夏に一瞬は明るくしたいってなってんけど、結局やめたよね。うん、なんか一瞬その時にめっちゃしたいなって思ってた色がなんか猫みたいな、なんか猫にしてくださいみたいなって最初言おうとしてて、グレー系のさ猫ちゃんっているじゃない、毛色がなんかグレーが入ってたり黒が入ってたり白が入ってたりみたいな、なんかそういう猫みたいな毛色にしてくださいみたいなって言おうとしてて、そうそうっていうのをやろうと思ってたけど、デザインカラーってうん、なんか一色じゃないみたいな、ここは黒やけどこの辺はみたいな、なんかそういうのやりたくて、うん、うん、なんか TikTok でそういうのが流れてきたんですよ、この猫の柄にしてくださいって頼んだ結果みたいなやつがめちゃめちゃ可愛かったのね、おしゃれで、うわこれしたいと思ってたけど、うん、そう、うん、猫っぽかった、そうめっちゃ可愛かったのよ、それ見てほしいけど、うん、見たら想像はつくと思うんですけど、まあ話聞いてたら分かんないですよね、うん、目が灰色が好きなんですよ、グレー、うん、お西のお部屋も全部グレーとかで統一してたりするんですけど、そう黒とか灰色とか好きで、緑も好きなんですけど昔から、でもなんかその2年 2,3 年ぐらい前はずっと髪が明るかったんですよ、めっちゃで、その時はなんか緑のマットっぽい色をいつも注文して入れてもらってたのね、そんな緑緑はしてないけどオーダーすると緑みたいなっていうので緑はずっとやってたから、そうグレーみたいな色してみたいなと思って、うん、
TikTok で見てきたけど、猫ヘアカラーで検索したら出てきたのが かわいすぎたと。うん、めっちゃ可愛いの。見てくれたのありがとう。うん、めっちゃ可愛いんですよね。そう、ね、気が向いたらやってみたいけれども、うん、多分結局黒髪が好きだから、おにし多分黒に戻るとは思うんですよね。うん、でもなんか一回そういう染め方してみたい。このというか大西んちのトラちゃんとかチョロちゃんとかっていう、あの猫が飼ってるんですけど、猫のその画像を見せて、この子と同じにしてくださいとか言いたいってなると、ちょっとトラちゃんにはなっちゃうんですけど、トラちゃんはグレーで、でチョロちゃんがちょっと明るい白とか、ちょっと茶色っぽい黄色っぽい、なんかそういう感じだからあれなんですけど、我が子のこのトラちゃんと同じにしてくださいって、そんな感じでオーダーしてみたい。うん、そう、トラちゃんからね、してみたい。美容師は困るだろうなって。まあ確かに、あの、まあ、場所によるんやろうけどね。そういうデザインカラーっていう、なんだろう、そういうのをやってくれる場所じゃないと多分ね、困っちゃうだろうね、美容師さん。うん、なんかちゃんとデザインカラーが得意って言ってる場所に行かないと、あんま思い通りにいかなさそうっていうのはあるよね。うん、技術がいいそうねってね。うん、でも一回よかったら調べてみて、その猫の部屋から、かわいいから。デザインカラーって言うんだ。あれと一緒よね。物件と一緒よね。デザイナーズ物件とか言うんでしょ。あれと一緒やろ多分。そうそう。そう、おしゃれなやつ。ごちそうさまでした。美味しかった。はあ。うん。今日は化粧品買いに行けたのって。行けたんだけどね、でもなんか。うーんって感じ。そうね、うん、なんかそう、今日買い物行こうと思っててんけど、なんかあんまこう自分が気に入るやつがなくて、結局そんな買ってない、1個しか買ってない。そう、爆買いできなかった。
今日は爆買いしてやろうと思って ATM でお金下ろしたんだけど、そう、爆買いができなかったです。そう、まあでもファンデーションは変えたんですけど、他にね、そのコンシーラーだったり欲しいものとかも他にあったら買おうと思ってたんですけど、うん、大西の爆買いはいくらぐらいって、みんながもし爆買いするってなったらいくらぐらい、逆にのし何円ぐらいなんだろう。3万かもって、でも一緒ぐらいかも、むしろ3万ぐらいかな、爆買いってなるとね。でも物によるよね、その爆買いする物が何か、服とかだったらさ、わりかし一瞬で超えちゃうじゃん。そう、爆買いする物によって変わるけど、服とか化粧品とかやったら3万ぐらいかもね、もんし。うん、まあ、めったにないしね、爆買いしようっていう日なんて、うん、そうね。あとお金をさ大量に使うと疲れる、なんか。ああってなる、なんかお金を使うことにも体力がいるから、そうなのよね。そう、でも今日はする気満々だったんですけど、爆買い。あと何でも欲しいってなっちゃうけど、いや今荷物がパンパンなこの家にこれを買って置く場所はあるのかとか、そういうの考えちゃう。今は何が欲しいって、今欲しいもの、あのね、今間接照明めっちゃ欲しくて、アマゾンで見てるなんか可愛いおしゃれな間接照明ないかなと思って。そう、なんかあのね、おにしベッドの脇になんかあの300円均一で買ったなんか電球みたいな、結構大きめのね、一個一個の玉が大きめのやつがあるんですけど、あれを使ってんねんけどね、今寝るとき、なんか寝るとき真っ暗は嫌なんですよ、西。真っ暗だと寝れなくて、なんかそれこそメンバーとかが泊まりに来てたりとか、ママとかがいたりとかして、人がいるときは別に真っ暗でもいいんですけど、一人で寝るときは真っ暗は嫌なんですよ、怖くて。だからでも暗くしないとなんかその寝てるとき疲れがあんま取れないみたいな言うから、ここの電気は消してテレビつけて、そっちの廊下の電気をつけるみたいなやり方をしてるのね。でもなんかそれでもまあ今のままでもいいんですけど、でもまあ間接照明とかあったらまあ楽なんかなと思って、あっちの電気も消してこっちの電気も消して寝るときにピッと間接照明つけて寝れたら、テレビつけて寝るのって、うん。でもテレビだけじゃ暗いんですよそう、そう、
音つけっぱって、あ、もし音あると寝れないんですよ、あのお家では。基本別にどこでも寝れるから音あってもいいんですけど、お家で寝るときは音あったら寝れないの。うん、かなり明るめが好きなんだねって。そうね、実家の時はしっかり明かりつけて寝てた。うん、決して寝なかったんですよ。うん、そう、暗いのがね、暗い場所好きなんですけど真っ暗は苦手で。でも豆球は嫌いなんですよ、あれはいっちゃん怖い。豆球がいっちゃん嫌だ。おにしあれは怖いわ、あのオレンジのあの豆球いっちゃん怖い、あの照明。うん、そうだから、あの間接照明を今は欲しいなと思って探してる、いいやつ。そう、なんか自分の好きなデザインのやつないかなって。うん、やばい、57分か。よし、じゃあちょっとそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がくるりん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が、ライオマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして、6位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がよっちゃん&ゆう、ももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして、9位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカホ、アットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が親ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして13位が、巻き山さん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということで、もう今58分ぐらい。今でもさ、怖いっていう話で思い出したんですけど、最近マジでさ、よくね、生き霊がついてるって言われるの。大西、怖くない？2人ぐらいから言われた。見える人いる？自分の生き量だよって人いる？どれか。怖いよね。見える人いるのか。見えたら教えてください。ということで、では今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んー、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。